今の声は優作さん？だからそんな怒ることじゃねえだろって。冗談なんだからよ。ちょっとちょっと、何喧嘩してんのよ。もうどうしたの？飲んでねえんだよこいつ、薬をよ。冗談で済むかっと。薬は毎日欠かさず服用するように厳しく指導されているし、何より命に関わることだからね。赤木、お前自分の命を粗末にすんじゃねえよ。一応優作さんの方が正しいことを言っているようですわね。私たちエンちゃんとの力の暴走を抑え、寿命を延ばすための薬とされていますからね。リョウさんの体を心配しているからこそ優作さんは怒っているんですわ。ちょっとした冗談だって言うのによ、聞かねえのこいつが。ほらほら、あなたももう涙を拭いて。いや、泣いてねえから。あんたもたまには真面目なところあるんじゃん。ちょっと見直しちゃったぞ。なんか放っておくのダメなんだよ俺も。まあでもちょっと言い過ぎたわ、ごめんな。ここを突破されるわけにはいかない。みんな、行くよ。まだまだだ。こんなところで負けるわけがねえんだよ。いい調子ですわ。ここを突破されるわけにはいかない。みんな、行くよ。この俺
の敵に回ったことをせいぜい後悔するんだな。いい成長だ。あいいな。もっと強くなりて。なんかいけるかも。へへん、楽勝楽勝っと。なあ亮、この無敵チームで快進撃を続けてよ。でっかいことをやり遂げようぜ。でっかいこと？例えば？例えばってことはそのとにかくでっかいことだよ。グールを全滅させるとか。それはまた大きく出たな。でも素敵な夢ですわ。グールがいない世界、私も見てみたいです。夢とか見てみたいとか言うなって。夢なんかで終わらせない。俺たちの手でやってやろうぜ。俺たちの手か。全滅させるまでずっと戦うつもりなのかな。ねえ、君がもし私ならどうする？そっか、グールを倒せる力を持ってるんだもん。みんなのために戦わないとダメだよね。お二人ともどうしましたの？